任天堂インテリジェンスシステムス。お、さて今日はスターストーンと魔法の地図のお話をしましょう。遠い遠い昔のこと、あるところにとても大きな町がありました。すげえな。皆は幸せに暮らし、町は大変栄えたと言います。しかしある時のことです。恐ろしい災いが町に降りかかりました。おわ雷。空は闇に覆われ、大地は震え、まるで世界の終わりが来たようでした。そして町はそのまま一夜のうちに地の底に沈んでしまったのです。それから長い長い月日が経って、すべてがおとぎ話となった頃、跡形もなくなったその場所に人が集まり、新しい町が作られました。すげえな。宝箱でかっ。やってきた人々は言いました。地下には昔の町のお宝が今もそのまま残っていると。そう、これが港町ゴロツキタウンに伝わる財宝伝説です。このゴロツキタウンから伝説の宝と魔法の地図をめぐる冒険の物語が始まります。おう、あ、ピーチ姫、やっと木の爺から解放されたわ。え、せっかく旅行に来たのに、いつも引きのじいと一緒では息が詰まってしまうもの。たまには一人でゆっくりといろいろなところを見てみたいわ。大丈夫それ？これ絶対にさ。おう、それにしてもなんだか変わった雰囲気の街ね。クッパ出てくるよな。お嬢さん、お嬢さん、私のこと？そうさね、お嬢さん。なんかさっき出てきたやつあんな。なんか買ってってくれんかね。早えな、文字が。はっ、この箱きれいね。何が入っているのかしら。さっき地図で見たろ。この箱の中には伝説の宝のありかが記されて。早えっつんだよ。何でも清らかな心を持った人でなければ箱を開けられない仕掛けになっている。私のようなものが。お前、私は心が汚いんですよ、じゃねえんだよ。ふーん、心が汚いから開けられないっておかしいだろ。詐欺じゃねえか。開けられたら中のものあげようじゃないか。私なんかが持っていても何の役にも立たないだろうからね。さあお嬢さん、この箱を手に取ってみてくだされ。ええ、開けてみるわ。おう、さすがピーチ姫、開いた。